韓国側意見書、意見交番1の段落末尾にパラングドゥが登場している。ハロー島、またはパラン島は、韓国が日本海にあると主張した島、もしくは東、シナ海にある暗礁である。1951年、サンフランシスコ講和会議の開催に際し、韓国中米大使の両広さんが外交文書として、 アメリカ合衆国連邦政府に提出した要望書、米国総案に対する韓国側意見書で、竹島などとともに日本が放棄すべき島の一つとして韓国は韓国領への帰属を要望した。この際、合衆国国務長官であったディン・アッチソンに竹島とともに島の一面積などを尋ねられた両韓国大使は大体移領島の近くで、 日本海にある小島であると返答したが、その後の米政府の調査及び韓国政府による懸命な捜索にもかかわらず発見されていない。後にアメリカ政府はラスク所管にて竹島と共にハロー島に対するこの韓国政府の要望を却下している。今なお所在不明だが、韓国政府は現在も公式にその存在を否定していない。東、ナ海のイケル岩礁が ハロー島だと主張されることもある。ありがとうございます。